c h a アー a FRS-1 ホーカーシドレーグループはイギリスの企業。航空機メーカーであるホーカーエアクラフト社がアームストロングシドレーとアームストロングホイットワースを合併してホーカーシドレーエアクラフトが誕生。1955年からはホーカーシドレーは企業グループとなった。ホーカーシドレーで設計されたハリアー戦闘機は マクドネルダ・ダグラス社の参入によって発展し続け、ハリアー2として現在も運用されている。1933年にホーカーエンジニアリング社が創立され、翌1934年にはホーカーエアクラフト社への改名した。1935年にホーカーエアクラフト社のジョン・ダ・ベンポート・シドレーがアブロー傘下に置くと同時にエンジンなどを製造する。 アームストロングシドレーと航空機メーカーのアームストロングホイットワースグロスターエアクラフトを買い取りホーカーシドレーエアクラフト社に社名を変えた1945年にはビクトリーエアクラフト社をカナダ政府から買い取りアブロカナダの社名で子会社化した1955年ホーカーシドレーはホーカーシドレーグループとなり航空機部門は ホーカーシドレーアビエーションとして知られるようになった。1950年代後半から航空機の契約数減少に伴うイギリス政府の決定でホーカーシドレーは1960年にデハビランドとブラックバーンエアクラフト、フォーランドエアクラフトを獲得した。これまで参加企業は自社の名で自社の製品を製造、販売していたが、 印象の一新と売り込みのため1963年からホーカーシドレーまたは HS の名称を使い始めた。しかしホーカーシドレーグループは1977年にイギリス政府によって国営化されスコティッシュアビエーションブリティッシュエアクラフトコーポレーションと統合されてブリティッシュエアロスペースとなった。BAE は1980年から ホーカーシドレー系列の会社を何社か設立しており、1993年にジェット機の製造ラインをアメリカ合衆国の冷戦ン,ン社に売却した。ただし、現在ホーカーシドレーは、スイッチギアとパワートランスフォーマーズの2社のみに名を残している、ニムロットミスターに、ありがとうございます。